ボエドはアルゼンチンの首都ブエノスアイレス特別区の南東部にある地区である。コムーナ語に属しており人口は48,231人である。労働者階級が多い地区である。地区名と主要な通りの名前はアルゼンチン独立運動の指導者の一人であるマリアーノ・ボエドに由来している。オメーロマン氏の角かつてはブエノスアイレスの至るところで見られた。 伝統的なボエド地区の連続住宅さん不安通りと、ボエド通りの角には、ブエノスアイレスへの愛を語った、アルゼンチン単語曲、スルの冒頭の歌詞が刻まれている。この角は、オメロマン氏の格として知られており、単語フェスティバルの会場になることもある。1920年代、左翼思想を持ったアルゼンチンとウルグアイの作家がボエドに集まった。ボエド派は、エンリケア・モリム、 レオニダス・バルレッタ、エリアス・カステル・ヌーボ、ロベルト・マリアーニ、ニコラス・オリバーリ、ロレンソ・スタンチーナ、セサル・ティエンポ、アルバロ・ジュンケなどで構成されていた。ボエド派は、ディナモ、エストレーマ・イスキエルダ、ロス・ペン・サドーレス、クラリダなどの雑誌を発行した。ボエド派の創設者である、オリバーリは後に、政治色の少ないフロリダ派の一員となり、小説家のロベルト・アルルトも、 また両派の会員だった。アルゼンチンにおけるビッグ5の一つに数えられるサッカークラブ CA3 ロレンソであるマグロはボエド地区を本拠地としている。現在のホームスタジアムはエスタディオ・ペドロ・ビデガインであり、ボエド地区の西側にあるフローレス地区に位置している。かつてのホームスタジアムであるエスタディオ・エルガ・ソメトロはボエド地区に位置していたが、1979年に 軍事政権によって没収された。ブエノスアイレス市内中心部に向かう多くのバス路線にアクセスでき、近隣にはプリメイラ・フンタ複合交通ターミナルがある。ブエノスアイレス地下鉄の E 線にもアクセスできる。地区の主要な通りは、ボエド通り、サンフアン、ディレクトリオ通り、インデペンデンシア、アルベルティ通りである。ありがとうございます。